自分から率先していろんなことを吸収していって、本当にいろんな分野からスケートを見れるようにしたいなというのが僕が人間科学部に入って思ったことですね。早稲田に入っても大学が自分たちに対して何をしてくれるかというよりもですね、本当自分が早稲田に入って、まあ、早稲田のためにとは言わないけども、自分がこの何ができるんだということを考える、その精神が必要だと思いますね。早稲田の演劇部の人が演劇をやってきたいい作品を作ってですよ、そのやっぱり国を超え、国境を超え、あるいは地域を超えてですよ、人を呼び寄せられたり友人になれるということを目指すべきであって、自分一人で判断し歩いていける、まあ、早稲田は本来それが早稲田だと。自己発見のチャレンジをいろんな形でできて、でそういう人たちがぶつかり合う中で、やっぱり人間的に非常にこう磨かれた人たちが続々出てきたっていうのが早稲田の最もいい伝統だというふうに。集まり散じて人は変われど、仰ぐは同じき理想の光。早稲田に集う人々が織りなした H の歩みを今、早稲田大学トピックス。世界へ羽ばたく H、 今年もさまざまな学術研究成果が挙げられました。エジプト学研究所はエジプト・アラブ共和国南部のルクソール市対岸で、色鮮やかな壁画が描かれた保存状態の極めて良い岩窟壺を発見しました。当時の葬送儀礼、埋葬習慣など多くのことが判明するものと期待されます。理工学術院の古谷研究室、田辺研究室の木造ではなく鉄骨造でゼロエネルギーハウスを実現したのびのびハウス、重ね着する住まい。重ね着のコンセプトにより季節を感じながら快適な省エネライフを提案しています。理工学術院の内藤健教授らは、従来の2倍以上の熱効率ポテンシャルを持つエンジンを生み出すためのエネルギー変換原理を見出しました。ハイブリッド車をしのぐ低燃費を実現し、環境エネルギー問題に貢献できると考えられます。理工学術院の高西敦夫研究室などは、スマートフォンを搭載した遠隔操作や自律移動ができる安価な環境モニタリングロボットを共同開発しました。空中放射線量や PM2.5 など有害物質の調査などで活用が期待されます。理工学術院の岩田博康教授らは、超音波診断ロボットを利用し、遠隔地からの妊婦への超音波診断を想定した実証実験を行いました。遠隔地や在宅診察に活かせると考えられます。教育総合科学学術院先端生命医科学センターツインズ、筒井和義教授らのグループは、オスの攻撃性を制御する仕組みを明らかにしました。社会の平和や秩序に貢献することが期待されます。他にもご覧のような研究成果を挙げています。またこれらの研究成果を内外に向けて発信する展覧会やシンポジウムなども活発に行われました。ノーベル物理学賞を受賞したことを記念した一般講演会、ヒッグス粒子発見が行われ、小学生から年配の方まで幅広い年齢層の方が約300名参加しました。理工学術院、依田晃平准教授らが今後の物理学の夢のある展開について語りました。東日本大震災復興に関する研究活動の成果などを報告する研究員フォーラム2013 in 盛岡が開催されました。
災地の関係者もパネリストとして参加し、震災復興をめぐる諸問題について活発な議論が交わされたほか、伝統芸能薄沢獅子踊りなどが披露されました。坪内博士記念演劇博物館に没後30年となる寺山修司に関する数千点に及ぶ貴重な資料群が田中道氏より寄託されたことを受け、寺山修司の初期の活動に焦点を当てた未だ知られざる寺山修司展、我が時その始まりが開催されました。約200点の資料を展示、今後の寺山研究に大きな影響を与えるものです。さらに演劇博物館ではサミュエル・ベケット展を開催。ベケット関連のパフォーマンスなどの写真や映像を俯瞰し、五道を待ちながらをはじめとするベケットの演劇を共生という視点から捉え直します。芸術功労者として顕彰されたドナルド・キーン氏による演劇講座文楽と近松が大隈記念講堂で行われました。今の日本の文学を取り巻く状況について1000人近くの来場者が耳を傾けました。東日本大震災から3年、3月11日に和睦主催イベント早稲田で東北を思うが開催されました。これまでの東北復興の様子を映像で振り返り、インターネット中継を通してボランティアをした学生たちと現地の方との対話から東北の現状とこれからを考えました。また本年度も多くの世界の著名人が来校しました。エストニア共和国大統領トーマス・ヘンドリク・イルベス氏が来校。エストニアと日本 IT と地政学に関する共通課題と題する記念講演会を行いました。フランス駐日大使が来校、鎌田総長との対談が行われ、日仏の教育制度が抱えるさまざまな課題について話し合いました。本学名誉博士でもあるバングラディシュ人民共和国首相シェイク・ハシナ氏が来校。記念講演会が開催され、若者への教育の重要性について講演しました。さらに科学技術に卓越した高度産業人材を育成するべく、5年一貫生博士課程先進理工学専攻を設置するなど、早稲田ビジョン150を遂行する試みは本年度も継続して行われています。特に本学国際化推進の基盤ともいえるジャパンスタディは50周年を迎え、その記念シンポジウムが行われました。これまでの経験の蓄積を踏まえ、さらなる前進が期待されます。さらにご覧のように多くの研究成果やその活躍が認められ、さまざまな受賞を果たしています。春夏秋冬1年を通じ、さまざまなイベントや行事が早稲田を盛り上げます。無料というのが今回の実験になります。8月には恒例のイベントユニラブ、じゃあ最後こことここの間に そして国内最大規模のオープンキャンパスが開催され、約5万5000人が参加しました。夢と希望を抱く高校生とその父母が各学部の説明会や模擬講義などに熱心に耳を傾けました。これが例えば今で言えばマリア70年の間の早稲田大学の島耕作をですね、学生島耕作という形で、9月には交友である漫画家広金健志氏、その代表作課長島耕作のモデルともいわれる東京海上ホールディングス会長の角修造氏と鎌田総長との提談が行われました。
その模様が校友広報誌ウェブで発表されました。いつでも帰ってくれば必要なあの学問ができる、そういう大学になっていきたい。今回の訪問祭の合言葉、早稲田の和。10月はホームカミングデー訪問祭。母校出身の立場からするとやっぱり早稲田大学が一番。11月には異文化交流の拠点国際コミュニティセンター ICC がカフェイタリアーノを開催。イタリア大使館の方々も参加し、その文化について語りました。12月にも ICC 主催によるアイルランドミュージックナイトが行われました。参加者はアイルランド独自の文化アイリッシュ音楽を存分に楽しみました。文部科学省グローバル人材育成推進事業の採択42大学、大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業グローバル30と、大学の世界展開力強化事業の採択5大学による Go グローバルジャパンエキスポが開催されました。グローバル人材を育成するための進学、留学、キャリアに関するさまざまなイベントが行われました。学生、大学、交友が一体となって大きなもの。3月には学生からの大学への提案内容とプレゼンスキルを競う早稲田ビジョン150スチューデントコンペティション2013決勝大会が開催されました。この大会で提案された内容は大学で検討の上、可能なものから実施に向けて進めていきます。そして4月、障害学習施設と学生寮を合わせ持つ早稲田大学中野国際コミュニティプラザが竣工し、開所式が行われました。2、1、ハサミをお入れください。多額の寄付をいただいた寄付者の方々が訪れ、寮生との交流会も開かれました。異文化交流の新たな拠点となることが期待されます。また学生演劇サークルなどが使用する新たな劇場施設、早稲田小劇場ドラマ館を2015年4月に開設します。その起工を記念し、早稲田小劇場の生みの親で世界的に活躍している演出家鈴木忠氏が講演会を開催。演劇の早稲田をより一層盛り上げる町の新しいシンボルになることが期待されます。そして本年もサウジアラビア王国サルマン皇太子殿下へ名誉博士号が贈呈されたほか、早稲田大学坪内商用大賞など各界で功績のあった方々に贈られました。はい、早稲田スポーツ。オーラー、おいさ、日本中を沸かせたソチ冬季オリンピック。本学からはご覧の学生4名こういう9名の選手が出場しました。そして人間科学部通信教育課程 e スクールに在籍する羽生結弦選手がフィギュア男子で日本人として初めてとなる金メダルを獲得。日本中がその演技に感動し栄誉を称えました。またノルディック複合個人ノーマルヒルではスキー部 OB の渡部暁斗選手が20年ぶりの快挙となる銀メダルを獲得しました。スポーツ科学部瀬戸大也選手が世界水泳バルセロナ2013の男子 400m 個人メドレーで日本人初となる金メダルを獲得。世界の頂点に立ちました。
立競技場での最後の試合となるラグビー総名戦が行われ、早稲田が勝利。満員の大観衆の中、両校の選手たちは歴史の幕引きにふさわしい戦いぶりで最後の国立を彩りました。他にもご覧の各部が優秀な成績を収めています。教育とは本来個人の有する潜在的能力を引き出し、それぞれの個人がその能力を一生かかって伸ばし続ける、そのための基礎的なスキルとマインドを寛容することにあると考えます。本年6月、総長選挙が行われ、鎌田薫現総長が再任されました。2期目を迎える鎌田総長のリーダーシップのもと、早稲田ビジョン150は着実に遂行されています。アジアのリーディングユニバーシティとして世界に貢献する大学であり続けることを目指して、早稲田大学は大胆な改革を続けながら多様な学生が集い、切磋琢磨し人間力を磨いていく、早稲田の特色を発展させ次世代のグローバルリーダーの育成を進めてまいります。